ます。全然達也くんの評価です、今日の調子はどうですか。今日の調子も、まあ、ぼちぼち、特技のアクセル全開で乗り越えたいと思います。後で頑張ったらしい。3番手がファッションババ。だけね、今なら日本本番チャレンジチャンス。チャレンジタイム。チャレンジタイム。まだいいよ。まだいい。まだですか。よし。N2 支配。さあ、さあ、1号風14超軽量化しているノーマルです。なんかノーマル一音いうハンデを見た言動。プロならまだいけるはず。今のでいまいち。さあ2本目です。さあ1本目はちょっといまいち審査でした。さあ2本目です。自分にも分かる。今のは8.7ぐらいですか。8.7ぐらい。7.9。じゃあ辛口。あ、もう一本行くのか。3本目。あ、今納得いかんみたいです。もう一本アピールが来ました。アクション走らないですか。
滝の3本目です。辛い。おお、ちょっと三本目やもん。ああ、そうだ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 。泣きの三本目だけど。あ、たずくん納得。熱中症ってやつや。あれで、いや僕はやっぱ左蹴った方がうまいことですよ。左蹴った。あ、また。気をつけて。左蹴った。いや左で回転あげよう。一本を練習の二本。でしょ？あ、です。でしょ？たずくん、俺にやっちゃいかんってことや。イカ天に出場したカンタ君です。つい最近イカ天に出場しました。さあ練習一本です。あいつこの前マウント取ってきましたね。山6で小林さん山高って。ああその山か。そうそうそう。さあラスト1本目です。イカ天で燃え尽き症候群。でもな、ババがパンダのこと嫌いだよ。シリーズチャンプ、ババさん。ベルに支配に参戦。なんか、ね、話聞いてね。バイトしてくる。素晴らしいなと思ってなんか。わけあいあい。わけあいあい。素晴らしいな。ちょっと遠いっすよね。あ、いえいえ。俺も2時間かかるから。いや、下関いいんだ。下関いいんだ。結構遠くから今日。あ、そうなの？だってうちが福岡だから。うわぁ！ちょっと！よかったです。ちょっと今の支配ジャンピング選手権1位確定だ。そうですね、ジャンピングは良かった。ジャンピング、ちょっと吉尾くん並みかもしれない、今の。ジャンピング賞確定。これなんかあの後ろ飛びらしいんですよ、前じゃなくて。なんか後ろ飛びを、はい、後ろ飛びだらしらしいんですよ。あれがでも立派。あ、でもこれ練習だったら勝てるか。あ、今練習。あ、そうだ。今の練習だ。そこそこ。同感ですか。残念。さあ一本目です。本番です。同感や今の。さあジャンピング選手権は。あずさん本番見てくるな。さあ三つ目よかった。さあ3本目です。さあ
練習の1本目が超良すぎたよ。大鳥は、大鳥はマーダー小林 VS トップレブババ。来た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